ガッディエヌスの門はセルウィウス城壁のエスクイリーナ門だった。ラビカナ街道の起点である。ラビカナ街道。ちなみに青はラティーナ街道、紫はプライネスティーナ街道。ラビカナ街道はイタリアの古代ローマ街道の一つで、ローマから東南東に伸びている。街道は当初トゥスクルムまでだったが、後にレイブサイまで延長されたと見られている。 ローマから南東に向かう街道は他にラティーナ街道があったが合流地点までの道のりがどちらもほぼ同じでラビカナ街道はアルギルス山を避けて通るためラティーナ街道よりも高低差が小さくラティーナ街道より好んで使われた可能性がある合流した後の街道はラビカナ街道ではなくラティーナ街道と呼ばれたローマを出て 最初の6マイルの経路には対応する現在の道路がないが、舗装と両側の建物が残っているため、容易にたどることができる。ラビカナ街道でローマに入る場合、アウレリアヌス城壁はプラエネスティーナ門から入り、セルウィウス城壁はエスクイリーナ門から入った。エスクイリーナ門は後にガッディエヌスがアーチで装飾を施した。ローマに近い部分の街道は、今では、 カシリーナ通りと呼ばれている。この街道沿いにあったリウやドルシルッタのビッタの遺跡から最高人技官の格好をしたアウグストゥスの像が出土しており、現在はローマ国立博物館にある。ローマ皇帝、リディウス・ユリアノスは193年に処刑された後、ラビカナ街道の5番目のマイルストーンの下に埋葬された。ありがとうございます。